無理、楽しみ。お風呂入んの？終わっちゃうよ。ちょ、でも今日配信、あ、化粧してんだけど。化粧してるんだよね。ファンデの上からでも大丈夫なのかな。ちょ、一旦手に塗る。え、なんか白くなりすぎるらしい、これ。ありがとう、かわいい。え、待って、これやばいかもしれん、失敗作かも、レナには。めっちゃ白いんだけど、なんか大丈夫かね。え、なんかさ、もっとさ早くに届かない予定だったの、もっと早くに届かない予定だって。なんかわかんないなんかわかんないで、今日お母さん来るの、お母さんが来るんですよ今日。だから配信は微妙かも、最後までできるかどうか。こういう時にね、12時までできてたらご飯食べて配信できたりしちゃできるんだよねっていう。塗った、え、わかんないか、わかんなさそうだな、なんかあんまり。でもさ、あのね、色見て、手の。わかんないね。ちょっとわかる？わかんないわ。かわいい、でも。お母さん来る。お母さん仕事で東京いて、東京から来るって感じ。ここ塗った、ここ、わかんないかわかんないか。で、なんかキャリーケース持ってるから家来てそっからご飯行こっかみたいなっていうっていう感じですね。紫、紫です。え、これでも絶対いい。え、待って、一回すっぴんになって下地だけ塗りたい。絶対いいと思う。でもファンデいらないぐらいじゃない、ワンちゃん。え、何食べに行くか全然決めてない、全然決めてないです、全然決めてない。外れたの19日。まんまとお風呂入るってこと？何食べるか全然決めてない。なんかある？いい食べ物。え、つけるつける。目玉にされません、されませんトークン握手の日。焼肉いいよね、けどお母さん焼肉あんま好きじゃないんだよね。また焼肉ーとか言ってるもん、兵庫で焼肉って。あ、加湿器水入れてない、やばい、赤くなってる、入れないと水。無理、スカート寒い。手羽先の山ちゃん行こっかな。じゃあ今日はあのユアとココハとココミでカラオケに行ってきました。行ってきました。うん、仕事で。そっか、19も平日か。アイドルあるあるではなくね、それえ、何歳までやろう。覚えてない、普通に入ってた。でも世界の山ちゃんやから見とこ。え、でも結構手白くなった、わからないレッスンしてからって思ったけど、ダチョウお母さん好きそうカモとか好きやねん。あ、ブログカラオケ配信うん、なんか何でも戦術って書いとけやと思ってなんかどこまでいいかわからんやん、だから内緒でお願いします内緒で。
ブログの最初お母さん関西人ちゃう関西人じゃないんですよ、実は神奈川民です、母は。うん、あえて日付をそうそうした。髪の毛が今日風めっちゃ強なかった、やばいよな。今鉄中とか思いながら横を通ってきました長くなれそう、神奈川県民やからハーバー知ってる、美味しいよね。医者誰が最近爆笑なにわらわらなの。え、爆笑もめっちゃ使う、めっちゃ使うけどなんか気分気分やね。え、花粉やばい、今日頭痛いもん。こんなおもろい、おもろい横浜ではないですね。三浦半島でどこ、あ、メールでよかった、気づいてくれて。うん、リニャパパ言ってたんだ。え、そうなんだ。じゃあ横通ったよって言っといて、普通に。え、そうなんだよね。え、でもマネージャーさんに言われた、それモザイクのかけ方、なんか学校割れても知らないですよみたいな言われました。学校割れても知らないよ。ちょっと待って、開封しよう。分かんない。え、なにこれ、なんで開かないの。こっちか、分かった。あ、お母さんのトリートメント買ってきた。なんかレナの家にないでしょって言われて、これと、机の上が汚すぎてやばい。あ、待って、入れない。何抜くんだっけ。やばい、入んない、物が多すぎて。やだ、もう入ったわ。お母さんは、お母さんはなんかオイル派じゃなくて、お母さんはオイル派じゃなくて、なんかトリートメント派みたいな。で、これこっちじゃん。今日さ、コンシーラー開けて、開けてっていうか蓋を開けたの。そしたら、あの、飛んでいって、コンシーラーの液がプチュって飛んでいって、で、プチュって飛んでいってさ、床がコンシーラーになったの。拭いたから分かんないか、なんかメイク落としで拭いて、メイク落としで拭いてあれにした。メイク落としで拭いてから、ティッシュで拭いて、ティッシュで拭いたの。そしたらマシになったけど、もう最悪だった、本当に。
充電ちょっと微妙だな。本当に最悪。片付きました。一応片付いてないけど、片付いてないけど、なんか片付けが嫌いでさ、本当に片付けが嫌いすぎて嫌なの。ちょ寒いから、これもお母さんから奪ってきた。朝配信明日わかんない。明日さ、なんか午前中にお仕事が入ってて、お仕事午前中っていうか、まあ夕方ぐらいに、でネームプレートあれなんだよね。そう、片付けしないの本当に。ここで化粧しちゃってそのまま家出てみたいな。え違う、普通に腰やんけさ、普通になんか開けたのピョンって。なんかね、なんかちょっと見てほしいんだけど、なんかコンシーラーってあんまり使わないんだけど、なんかいつもたまに開けるの。なんか液漏れしてるから、こうやってね見て、あの液漏れしちゃうの。だからたまに開けてもう一回閉めて、この周りに出てきた液を拭くっていうのをやるのね。あのこの中が汚くなっちゃうから、ポーチの中が汚れちゃうから。でやったら、あの開けた瞬間にもう液漏れが多分めっちゃしてたの、知らない間に進行してて、プチュって飛んでいってどっか行ったと思って。まだ肌とかについてればまだマシだったんだけど、ついてなくて、それがでめっちゃ探したの、こうやってえみたいな。そして床にあったっていう、もう最悪。はい、同じのなの。液漏れめっちゃすんの。え、これしない？液漏れ、液漏れするよね。え、そうそうそう、カバンの中にさ、もう入っちゃった、カバンの中っていうかポーチの中でさ、入っちゃったらさ、あの、いや、なんかね、蓋がバカっていうか、え、ちょ、見していい？もう一回。これね、今さ、大丈夫じゃん。こうやってやってもね、つかないじゃん。開けるでしょ？開けて、で、ここでこうやってやった時に、これがね、ピョンって飛んでいったの。で、開けるじゃん。閉めるじゃん。見とって、むちゅって出てくんの、こうやって。わかる？これをね、なんかたまにしとかないと、この作動動作をたまにして、これでティッシュ拭くの、こうやって。これをしとかないの、しとかないと、しとかないと、うわー、これをしとかないと、カバンの中がもうすごくなんちゅう、ティッシュでこうやって拭くの、こうやって抜いて終わりみたいな。でもう一回戻す感じ。やばいよね。え、それな、マジでこれ拭いたらいいんだけど、もうなんかべっちゃべちゃすぎて、拭くのもなんかだるくて、なんかびちゃびちゃすぎて、なんかわかる？なんか拭いた時にさ、もうなんか永遠に拭かないとダメみたいなぐらい絶対やばいじゃん。拭ってない。あ、でもポーチを拭ってくるってこと？そう、やばいじゃん、やばいじゃん。何に使うの？え、ファンで使わない時とか。ファンで使わない時はもうないよね、あんまり。ガサツやの。あ、ごめんね、血揺れた、寒い。え、ちょ、今日の足見せたい。今日の足見していい？見えないわ。ちょっとやめとこ、足見せるとか。足っていうか靴下なんだけど、靴下なんだけど、靴下マイメロの顔靴下履いてる。マイメロ可愛くない？めっちゃ可愛いでしょ。見せてと見せないでが、いや足じゃなくて靴下です。靴下あ、すぐった。え、なんかさ、あざがやばくて、あざが、足の、特に左、あざやばいの、あざ。わかる？これ、あざあるの。痛いの。あざです。あざ。
あざです。てかこの下にさ、なんか二十何日に届きますみたいなって聞いたの。でもなんか届いたんだよね。なんか宅配ボックス見たらなんかあるから、えっと思って。ねえやだ、露出狂出た。こういうのって男の人履かないよね。女の子はさ履くけど、やくなってた、泣いちゃった。そうなんだよね、マジで匂いがやばいじゃん。本当にさ、マジでなんかすぐにねあざできちゃうんだよね。なんでかわかんないけど、なんかあの黄色い痛そうなあざもある。あ、これマイクでぶつけたんだ、思いっきり。リハの時に思いっきりマイクを膝にガッ、ヒッタッと思ってみたらもうあざになってた。めっちゃでっかいあざになってた。もう大丈夫だけど。16のね、履かないよね。トーク会に見せたいものあるから楽しみにしててね。はい、アピールすんの。膝つくから。え、ダンスでなってんのか、普通になんかレナがこうやってマイクぶつけたりとか、なんか変なことして痛くなってんのか。コマさんかわいい。かわいいかわいい。まあまああざできる。え、そう、あざできるんだよね。痛いの痛いの、トネイケしとく、してしとくっていうか、してじゃん。膝めっちゃやっちゃうよね。ケラケラね、あるある、あるあるだから、あるあるだし、でも案外見えないじゃん、あざとかって。そんななんか別にいっかなみたいな。なんかあざってさ、なんか隠せよとか言う人いないじゃん。だからもういいやと思って。ラスカルの靴下探して、あったら言って、レナも買おう。買うわ。じぇ、なんでなんで自分なの。柿の靴下いいね。コンシーラーの使い道ね、ないからね。NG の族ちゃん、あずかも、そうなの、同じこと、なんかレナじゃん。レナちゃん、グーパンされてないよ。あ、見えるんだ。うわーって何。ママは連絡来る、普通にって感じ。連絡来るかなって感じ。集中力続かない。え、柿の靴下欲しい、欲しい、普通に欲しいです。なんかやっぱずっと音鳴ってんだよね、なんか上の人。何してんだろう。ご職業はとか聞こうかな。ダンサーですとか言ったら、まあ全然許すけど。え、ママは何にも好き。あ、ママはあれが好き、スターウォーズ。あ、で言っちゃダメか、ディズニーだから。ディズニー、ディズニーだよ、ディズニー、ディズニーだから。え、待って、え、ちょっと待った、髪の毛がいる、いた、オッケー。ディズニー、ディズニーです。嫁の人ダンサーか聞こうかな。ダンサーですよ、教えてください。マジでその可能性あるって。本当に朝早いんだよ、朝早い人で、で夕方もどんどん言ってんの。なんで。そうだよ、まあまあ、スターウォーズのあの棒を家の中でずっと振り回してる。なんちゃらーとか言って、あとあのハリーポッターとか好き。ハリーポッターやばいよね。なんかユニバでハリーポッターの、あの魔法の杖を買って、この間も夜中に暴れてました、一人で。柿の種絶対可愛いやん。後ろの質問に答えて。後ろのカーテンなんで洗濯ばさみ。いや、覗きまいたらもう
撤退してるわここ。掃除機の音っていうよりなんか足の音みたいな。わかんない。上の人もってなんかレナがずっと家にいるみたいじゃん、やめてよ。アスライトセーバー、それそれそれ、いやそれエクスペクトパトローナーって言ってる。魔法が好きなの、確かに。なんかかっこいい系が好きなんだよね、戦い物とか。やばいよね、おもろいよね、一人で。でお兄ちゃんも何普通にあれを見てたから、なんだっけ、魔法使いのやつ、ハリーポッターを見てたから、だからなんかお母さんがなんかなんちゃらなんちゃらって魔法の言葉を言って棒を振ったら、なんかいやそれは違うから、その魔法のセリフはなんどういうこういう魔法やから、その言い方は違うねとか言って、なんか二人で戦ってた。俺が手本見せたるわとか言って、そうけどお母さんは貸さないから、絶対貸さないから、やりたくなってきたでしょ、貸さないよでもとか言って、これはお母さんの杖だからとか言って、二人で何してんのと思って。夜中に夜中の3時とか夜中の3時とかに、やばいよね。お兄ちゃんも一応なんか全話見たらしいから、そう本当にやばいと思う、本当に夜中に。でお父さんに怒られるっていう。お父さんは朝の5時とかから弟のお弁当作るじゃん、だから夜中の3時とかにさ、レナたちがさめっちゃギャラ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 一回で笑ってんの。 そしたらちょっとうるさい降りてきて、朝の5時ぐらいまでギラギラしてたらもう起きる時間になって降りてきて、全然寝れんかったごめんねーごめんねーみたいなごめんねって感じですよね。前髪切ろ、なんか伸びんのほんまに早い、この間切ったのにめっちゃ短くね。そうカキパピはちょっとね被害者っていう、被害者なんですよ。ブータロンは寝てる。ママに切ってもらいたくない嫌でしょ前髪は。そうね、朝方にの人は弟かな、やっぱ弟部活があるから起きなあかんやん絶対。だからお父さんはそのお弁当を作るし、よしって感じかな。早い。2番目のお兄ちゃんはまず家に帰ってこないっていう、はい、感じですね。寝るの早いかってあれらしいよ、出た出た、そういうのやめてもう。でもマジで早いねんな、もうだってほら見て、もう抑えたらこんな長い、いやばくない、こんな長いの普通に。二重がおかしい、前髪挟んだからか。最近か、肝時静か、色白くない、別に。ミュースカイ、何それ、電車、電車か。ベルも早いよな、だってこの間までここやったで、ここ、ここらへん眉毛の下ぐらい。なんでなんやろ、色白くないです、別に。朝はちょっとなんか低血圧すぎて、なんか色がない、色白いっていう、色がない、もう前髪カット、そのヘアメイクさんに切ってくださいよって言ったけど、自分で切った方がいいよって言われたから、いつもハサミ借りて自分で切ってる。ちょっと前に自分でめっちゃ切った、ここら辺まで。どうしよう、どんぐらい切ろうか迷う、トーク会までにどれぐらい切ろうかな、切るか迷う、まず切るか
方がいいのかな。みんなどっち派？短いパッツンか、短いパッツンか、大きいハサミで切ってる、普通のハサミで切ってる。え、こうやって高校の時にこうやってさ、数珠をさ、こうやって回してたらめっちゃ怒られた。懐かしい、もう懐かしい思い出、それも思い出やだそう、責任取れないじゃん。え、数珠？え、数珠ってなんか回したくなるじゃん、なんかずっと持ってたらこうやって回したくなるの。そしたら、そうだよ、切ったばっかのに伸びたってハロー界隈じゃないやつかもこれはいや、数珠持ってたらなんかあれじゃん、回したくなっちゃうじゃん。回したくなっちゃうの。そしたらめっちゃ怒られた、めっちゃ怒られる、やばいよね。高校の思い出がなさすぎてさ、やばい今くらいの長さがこれを持続するっていうのが難しいんだよね、案外むずいんだよ。そのまま裏にして転がす、やってたわ。ハロー、物持たしたな、こんな怒られたから何トイレをブンブンするんですか大胆な質問、ブンブン今くらいがいいんや。え、マジ今くらいがいい？嘘、ちょい目かかるぐらいかな。この身の袋が薄い気がする、今日でも着る。そうなんよな、着るんよな。え、だってこれで見たらさ結構濃いけど顔薄く見えるな。え、そうなんよ、目にかからん方が、そうそうそう、写りがいいわけ、それなんですよね。だから別になんか見る分にはなんかこれぐらいの前髪でいいねんけど、ねえ、もうちょい切ろっかな、もうちょい、確かに目かかってるもんな、だってここら辺とか。うわ、全然すっぴんじゃない、全然すっぴんじゃないです、ちゃんとメイクしてる。まつげだけやってないの。5ミリむず、5ミリか。お母さん来るかな、どうだろう。小さい方がさ、なんか切れへんねんな、俺の、なんかよくわからん。え、けどなんかライブの前とかは、公演前はちっちゃいやつで切ってる、自分で。え、顔色いいんこれって上がらないですね。あ、もう少し短くていい？え、じゃあ切ろ、もう思い切って結構切ろ今日。いや、でもさ、あれなんよね、なんかこうやってこう全体前髪にするか分けるかによって長さが違うんよな、切る長さが違うっていう。朝よりはそら顔色いいでしょ、そら朝なんかもう顔に色ないみたいやん、多分。髪痛むよ、うん、確かに痛みそう。岩盤浴行ったことない、温泉がいい。
番おもろしろい、おもろしろい話ないなんかあったっけ。いや、おもろい話やけど言えへん、おもろい話が多すぎて、なんかメンバーと一緒におったらファンの人にも共有したい話がいっぱいあんねんけど、ちょっとグレーゾーンなことがいっぱいあって、はい、言えないですね。朝配信してます、結構みんなに迷惑かけるぐらいの頻度でしてますえ、じゃあ次の19日の公演はケンとパッツンで行こっかな。10割パッツンで行こうかな。話してえな先生先生こんばんは内緒にするのか、先生の内緒怪しいな先生こんばんは、こんばんはですます。リクエストあったね内緒にするかなこんばんはそうなんだよね怪しいよねココハさんは時間帯がね、多分あれなんじゃない、合ってないんじゃないかな。やってると思うよ配信は。全然みんな口硬いみんな口硬いのみんな怪しいんだよねみんな内緒にしてくれるのか、怪しいな怪しいな。確かにね、あ、確かにレナ活してくれたから怪しくないか、信頼度が高まったってこと口固い、みんな口固い、みんな口固いの絶対嘘じゃん、絶対嘘だ、すぐに広めるからねみんな、本当にないないやったらしいよ、かきめないないやったらしいよ豆腐くらい固い矛盾してるんだわそれ、絶対言うじゃん。そう、あのアイスね、食べた人は信頼できるあのアイスは本当に美味しいから、あのアイス食べた人は本当信頼できるよ。青口ミッフィーがね、あー確かに、いや口で区切ってるよそれはなんか強いななんか逆に言いたくないわ逆に言いたくなくなるわ、硬すぎて。うん、ナイス、すぐ食べた、いいじゃん口チャックが一番怪しいんだよね、言い方がお口チャック怪しい、チャック開けたらだって言っちゃうってことじゃんそれ。え、あのアイス美味しいでしょ、本当に美味しいでしょ、美味しいんだよ、美味しいんですよ、本当に美味しいんですよね。今日さ、髪の毛をね、あの巻こうと思ったんだけど、巻かないでよかったんだけど、巻こうと思ったんだけどアイロンを兵庫に置いてきてて忘れてた、本当に存在を。本当にさ、あのストレートアイロンしか使わないじゃん最近、友達と遊びに行くぐらいじゃん、あの地元の子とか髪巻くってなっても。だから忘れちゃっててさ、もう最悪と思って。そう、普段本当に巻かないからもう最悪だった本当に。マキレナは、マキレナは見れません残念ながらでも一回だけメールで送ったんだよ、でも多分あれもねアウトっぽかった。
レナも巻きたいけどダメなの、配信もダメなんですよ。そうそう、巻きつけてドライヤーであったかくする。なえたそんな見たいの。プライベート写真もね送れないんだよね、写真メールでも送れないんだよね。そうなんだよ、こちらが守るしかないっていう感じだからね。ねえ、みんながさ見たいとか言ったらあれじゃん。そうなんですよ、まあお楽しみは取っとこうっていうね、お楽しみは取っとこうっていう。巻き巻き、マジスキーに入る前はずっと髪の毛痛むぐらい巻いてた。休みだ、休みになったらもうストレートにのことがなくて、学校の時も巻いてたもん髪の毛。あ、そうなんだよ、トーク会はねヘアアレンジ、ストレートならヘアアレンジできるから。でもストレートなら配信でもできるんだよ、あのツインテールとかやってるじゃん、だからそれは大丈夫なんだけど、髪の毛休めてる。巻くのうまくできる、巻くのはね簡単だよ、簡単。学校行く前っていうかマジ髪の毛巻くの本当に一瞬でできるから、あと学校の日お昼休みに巻いてたりって感じ。朝は全然もうボサボサで行って、ストレートだけで行ってみたいな。そういうの聞いて、どういうの。なんで女の子だなって思ってないの今。だから巻きツインはダメだけどストレートツインは OK みたいな感じなんだよね。って感じなんですよ。え、ギャル、え、何、何もあげてないんだけど。え、巻いたことない、嘘。学校に置いてた、友達が置いてた。レナはアイロン置いてなかったけど、昼に髪巻くって放課後、え、放課後遊びに行く時も巻くけど遊びに行かなくても巻いてた。なんか気分上げるために。ストレートじゃ気分上がらないじゃん。今それ言うなって感じだけど。学校の時はだから、学校の時は放課後マジ何もなくても、友達と遊びに行く予定とかなくてもって感じ。気分、気分で巻いてた。気分でお化粧して気分で巻いてたっていう。まあ化粧はマスクが取れるから、マスク嫌いだったからっていうだけなんだけどって感じですね。全然ストレートが嫌とかじゃないから全然いいんだけど、気分上がりませんね。え、そうだね、なんかそう JK ブランドだから。深い深い。そう、ペンライト持ったら気分上がるみたいな、そういう感じ、マジそういう感じ、本当にそういう感じだよ。そう、巻くと気分高まる。めんどいけど、めんどいけどね、マジ内巻きもしてないからさ、あれのって内巻きぐらいならいいんだけど、全部ストレートにしたから最初の髪型決めるときに、だから頭痛。いた。朝起きてつるっぱげになってたらどうする？どうもしない。頭の形こんなんなんだ。
夢だよねと思ってもう一回寝ますね。眼鏡つけなくなってきた。いいじゃん、つけな、つけてつけてつけて。3本振ったら豆できるってなんか聞いたことある。それペンライトでしょ。頭痛れな多分花粉、花粉症わかんないけど。首長くして待ってて。あ、夕食行ってたんだね。なんだった夜ご飯は。夜ご飯なんですか。夜ご飯なんでした。頭痛る注意出てた。あー、頭痛のアプリ。え、そうなんだ、注意出てたんだ。じゃあそれだね、きっと。ん、敬語だった、いつ。あ、そっか、エプリン直して切っちゃったのか。ある程度流さないとダメなの、エクストつけるの。ハヤシライス焼きそば、おおいいね、どっちも美味しそうだけどあ、ブログ見てきた、ありがとう。肩痛いのはね、治った、治った、治ったっていうか、たまに来るんだよね、肩痛いの。たまに来るの。頭痛ルレモン入れるか。タコパしたい、早く。あー、そういうことか、長くし伸ばさないとね。おー、バレンダ、誰早く。川村さんじゃなくて、川村さんか柿本さん、混ざってない、川本さん混ざってない、なんか。たこ焼き買ってないよ、お母さんに。たこ焼き買ってって言ったら、いらないよこんなのって言われた。だからこっそり買うこっそり買います。たこ焼き作れないいやでも作れるでしょ、くるっとするんじゃんくるっとしちゃおうっていう。モバメ見て呆れてきました。え、モバメなんて送ったっけ。呆れるようなこと書いちゃったっけレナ成人式楽しみだよね。なんか友達がもう同い年のね、友達が成人式の着物を決めてたの。もうっていうか、でも決めないとダメだよね、まだ先とか言って。でも決めないとっていうか、スキーで成人式しても終わりでいいかも地元と、多分地元に帰れないと思うし。初めましてって言わないよ、言わないよそう、たこ焼きの重要性わかんないんだよお母さん、わかんないの。うわ、アヒージョいいね、やばいよね。ブロンコビリーってよく聞く、ご飯屋さん？カフェ？そう、早いければ早いほどね、なんかいっぱいあるっていうし。何歳でするの？20だけど、もう20になってる年だから2年後？違うな、あ、2年後か、わかんない、2年後だよね。え、ちょっと待って、2年後か、違うね、わかんない、次の次次の次
こ焼きのいいところはタコさんがいるからじゃんね。もう決めてて、でもやっぱりなんかいっぱい決めれたって言ってたから、いろんな種類があって、はじめあマジで、じゃあワンチャンある、試して、じゃあまた機会があれば。サラダバーいいね、あるんだ。一応大人っていうか大人だから、18大人だから成人式っていうか二十歳の集い的な、なんか3世代でやってるとことか、3世代はもうないのか、あるね、3世代2世代でやってるとことかはあるけどって感じだね。なんか体中が痛い爽やかって静岡だよね、ハンバーグ屋さん。大人です、私は大人レナです、大人レナです、異議あり認めません、ダメです、大人レナですそう、選択肢が増えるからね、早ければ早いほどハンバーグ食べたくならないハンバーグね、食べたくならないね。見た目大人っぽいねってよく言われます。いや大人っぽいっていうか中身も大人だけど、てか全部大人だから、18だから、はい そう3世代でね、大変だよね。いやお子ちゃまじゃないから、お子ちゃまとか言わないで卵特定いないね。ハンバーグ行こう、マジで。あそこのハンバーグ美味しかったんだけど、そう、健康診断受けます、ちゃんと。おい、つながり、お風呂も入るから大人なら12時は配信できるまあまあまあ、いや本当はできるんだよ、実は。みんな知らなかったでしょ、4月1日からあの限りの大人の仲間入りってみんな思ってると思うけど、あのね、実は本当は12時までできるけど、大人だから、大人って認められてるから、レナは限りの大人だから限りの大人だから、本当は4月1日に12時解禁になるけど、限りの大人だからもう12時までやっていいよみたいな、大人な女だからいいよって言われたけど、言われたんだよ言われたけど、まあみんなに迷惑かけたくないから、みんなで早く寝たいでしょ、だから、まあ、10時でなんか、あー切れちゃうよーみたいな感じを出してる演技派女優なので、私は、はいはい強制終了みたいな、あの劇、10時で終わりますって劇をしてます、一人で。本当に言われたから、本当に、かきれなだけ、かきれなだけいいよかきれなだけ12時までやっていいよみたいな、はい、言われました、言われましたけど、言われましたが、言われましたが、みんなのことを思って、私は大人なので大人な対応をしてますみんなに12時までやっちゃったら迷惑じゃん、だからみんなに大人の対応をしてるの、だから大人レナです、私は、はいはい、大人です大人ですね、はい、嘘じゃないよ、嘘じゃない、嘘じゃない、でもちょっとずつ信じてきたでしょ、あれ12時までできんじゃないの、かきれな実はって、ちょっと信じてきたでしょ、ちょっと信じてきたでしょちょっと信じてきたでしょ、本当にできんの、本当に本当に本当にかきれなだけいいよって言われたけど、
人の対応してんの信じてよ本当だって本当本当なの何でもよくないち信じないみんなみんな子供だねもう許してあげるよレナが大人だからいいよいいよいいよ信じたくないよねみんながお子ちゃまだからうんまあレナは大人だから許してあげるね許してあげるね仕方ないよまあレナは大人だから許してあげる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 よ嘘じゃないよ嘘じゃないよ大人は日中も配信できるよ許してくれてありがとういいよいいよいいよしてないのはみんなお仕事だからって感じはいレナも大人だから大人って日中お仕事してんじゃんレナも大人だから日中お仕事してるから配信できるけどしないだけできないじゃなくてしないだけしないだけですはいしないだけなので本当はできるよいつでもいつでもできるんだけどそうちょっとレナもうみんなと一緒でお仕事だから日中はだから日中寝てるわけないじゃん寝てないよいや寝てないから寝てないしみんな嘘つかないで寝てないから寝てないです寝てないです寝てないですけど寝てないけど寝てないよ寝てない寝てない寝てないです寝てないけど寝てないけどお仕事してるから配信したくてもできないんだよね忙しくてそう大人は仕事を書いてねそうそうですはいそういう感じですね夕方まで寝てないよ寝てない寝てない今日何時に起きたの今日は今日は朝の5時とか5時です朝の5時ですよねだって朝の5時に配信しましたから朝の5時に起きましたはい朝の5時に起きましたねはい日が昇ってる間寝て月が夜行性ねちゃんいつ寝てるのいつ寝てると思う待ってお母さん来たんだけど駅まで迎えに行こうと思ってさ LINE してって言ったのに来た来ました勝手に入ってきた勝手に入ってきたやば勝手に入ってきたどうやって入ってきたんだろうどうやって入ってきたんだろうみんなさ、なんでお母さんばっかなの待ってでも電気つかない電気つかない入ってこないどこにいるんだいやこのタイミングで結婚しては絶対レナにじゃないんだよねかきママに対してか来ないわ荷物が多いのかな分かんないけど本当にママねやめてよそういうこと言わないで怖い怖いマジ怖いから誰よ逆に誰逆にっていうか誰だよ逆も何もないよあちょっと待ってね
レナあれだった、開けてるんだ。防犯を私はちゃんとしていたのでお母さんが困ってました扉のさ、扉の鍵開けてもさチェーン、あの、かけてたからガチャガチャしてた。お腹すいたらしい。寒い？ん？寒い？うん、わかんない。い、そこ閉めて。うん、ちょっと寒いから。うん、ちょっと待って。そう、スカートです。今日はスカートレナ。ちゅ、開けて、開けてみたいな聞こえたから。そう、徹底しています私。え？あ、これ。これの上に置いたら。これナイスすぎ、うん、ナイス、これナイスやな、はい、思ったか、思ったか、全然思った。お日ごとお疲れ様です。はい、ありがとうはい、ありがとうやって、はい、作った。かきママこんばんは。はい、こんばんは暑いよ、暑い暑い、暑かった。消す、うん、いや、いいよ、暖房大丈夫、大丈夫、ジャケット脱ぐ。15分ぐらい、うん、うん、今12分。いいよ、お母さん、どうなんだろう、どっちの方が声、どっちも声高いなんかさ返答してたねはい、こんばんはとか言ってた。今日掃除機かけたの、ちゃんと掃除機かけました。帰ってきてまだ夕方ぐらいの時に、あの、迷惑にならないように早く掃除機かけちゃおうと思って。似てる、多分最近似てるってよく言われる。ちっちゃい頃はお父さんに似てるねって言われたけど、だけど最近はお母さんにほんとそっくりだねって言われる。かわいいっぽい握手会回れなと今日ママと寝る。ちょっと散らかってますけど、ゆっくり。いや待って、散らかってないからね、言ったけど本当に散らかってないから本当に散らかってないですから。姉妹には見られないよお母さん、なんでみんなお母さんの心配そんなところある、全部マット引いてる、ちゃんと。物は多くない、そんなに本当に多くないよ、うん、多くない、何にも置いてない、本当に。机の上が汚いだけでも机の上もリモコンでしょ、あのエアコンの。ティッシュとウェッティと化粧ポーチだけ。あ、これ、あ、ありがとう、ナイス、ナイスです。ここつない？え、3月の仮金曜日までやって、頼むんやったら。ん、今週の金曜らしい。今何曜日？今は水曜。電気あるで。いや、あるよ。こっちに。え、違う。線が。じゃ電話ない。届かへんやろ。多分。うん、大丈夫。多分大丈夫。足の指はある。あて15分で終わろうと思った。今幕張来ると思う。お母さん。多分。来るって言ってた。え、いつ？幕張。え、幕張いつだっけ？23？ 分からへん。いや、金曜まで。なん
古屋名古屋ってさ、なんか兵庫からはあ、まあそっか、東京におったら幕張は行けるけどって感じなんよね。たまに外亀なるからだ。たまにだって段ボールここにあるときにさ、外亀になってもってさ、区切りの部屋は段ボール部屋だねとか言われたから。ふざけてる。ふざけてます、目の前で。ふざけてました。の風やばい。外帰りにしてろんかな、ほんまに。悪いことしないらしい。やばいよな。苦情来るかもしれんから。それな。ちっちゃく笑っとうからな。足踏み立てて笑ったらやばいよな。ちょっと足痛いって言って寝転がってる、休憩。ライトスイマー持ってたらやばいやろ今。うん、バラされましたよ。戦う時に必要らしいライトスイマー。あとあれも言った、あの魔法使いの、ああダブルドアの杖、なんなんだっけ、ハリーポッター、ハリーポッター、そうそう、ダブルドアの杖でしょ、ダブルドアの杖らしい。いざという時に持っとかないと世界を救えないから。ずっとこの調子、ずっとこの調子、世界救うらしい。レノファンを救わないといけない。ああレノファンを救うためってこと。何言ったんだよね、ほんまに。ほんまにもおかしいよな。使えるから、使えるらしい、戦う時に使えるらしい。てか下地届いたのよな、1週間ぐらいに届くやつが。世界救うらしい。おもろいよな。あないけど。じゃあレノファンだけで、レノファンだけ。世界に救うよ。青い方のライス、世界救うらしい。赤い方じゃなくて青い方。何食べに行くか決めた。決めたん、決めた、決めたらしいです。決めてから来た。お花のために夜寝るよう言って。それなので最近肌荒れやばすぎて、やばい、花粉症とかもあるかな多分。うん、レノファンだけ。
校の日の話、この前のそのパパの方の、そうなんや、マジパパ今日鉄の入ってたんよね。パパセンスいいね、パパセンス良き、センス良き、ありがとうパパ、親子揃ってセンスがいい。ママ優柔不断じゃない、うん、レナの優柔不断はカキパパかな、カキパパ譲りですね多分絶対そう。パパ本物じゃないです本物じゃない。20分やねー、じゃ料理作るわいつか。お前さんが夜寝ないしお風呂に、いやお風呂入ってますからお風呂入ってるよ。何で帰る、はい、ということで、あー終わりたいと思います。あ、メール送れるか、でも今日早く終わるんやったら、うん、じゃあちょっとメール送ります。大丈夫だよ、あと5分ぐらい大丈夫、まだちょっと今見てるから。じゃあ25分で25分に終わります。何でチケット買ったらいいか教えて。え、公式応援企画見たらいいね、レナの応援企画、ツイッターの、うん、レナの、うん、応援企画のハッシュタグ今買ってるらしい、幕張のやつ、幕張の分買ってるらしい。配信中だ、もうちょい下にある気がする、うん、アディショナルタイムアディショナルタイム来ました、いつものアディショナルタイム企画手こずってるからママじゃないっていう証明はできた今日で企画がママじゃないっていう、うん、多分そこら辺23、24かな多分、どっち行く、うん、私は24らしいです。これかな、うん、これ毎日会えへんけど家族でほんの数秒のために買ってくれるっていうね。でもお母さん的にはそのなんかあれらしい、売り上げに貢献というよりなんかみんなに会いたいみたいな、どんな感じか見てみたいらしい、握手会ってどんなんやろうみたいな、どんな人おるんやろうみたいな感じらしい。私服私服なんか、そっか、あれ2日目の方やから、そうだ私服だ、私服か、日曜ママでした。あ、トークと握手があるらしい。トークと握手がある。何をしたらいいのか分かんない。購入？劇場版買えばいいの？いや、分からへん。聞いて。劇場版買えばいいんですか？分からん。劇場版？トークと握手があって、うん、で、トークと握手があって聞かない、トークと握手がもういったもうトークと握手が、トークか握手か選ぶ、どっちか行く、どっちかってなら、でもトークの方がいいんちゃう、多分トークは7部やから時間が、はい、早い、7部の方が、はい、劇場版を知らないな劇場版ですか？お購入するとしたらいい？多分そうですね。ちゃんと聞いて。劇場版を購入したらいいですか？ちゃんと聞いてって言われたから。劇場版を購入する。違う。合ってる。劇場版購入ですって。劇場版を購入するにして、うん、日にちを選べばいいっていうこと。うん。会場と日にちを選ぶんじゃね？ん？多分。なんで日にち選ぶ？あ、まあそうやけど。あ、そうやけど。
そうですけど。はい。オッケー。うーん、ちょっと待って。アドレスとパスワードもう入力しなあかんらしいで。ちゃんとやっとん。うん、大丈夫。有料で娘とお話。それな。うん、ログインできない。そのアドレスとパスワードがいるんや。ログインするのに。多分。前決めてない。新しく作る？30分え、ちょっとわかんない、聞いて、えなちゃん聞いて、何を、プラチケとかじゃないの、これはプラチケじゃない、あ、違うの、ん、そこら辺にある、多分、うん、どうしたらいいの、見れない、買い占めさすあ、登録しないといけないの、明後日の12時まで、もうすぐやな、アカウント持ってる？え、分からん、持ってないのかな、ん、でもなんかプラチケとかはある、プラチケとは違うの、ミューモ、ん、ミューモ、ん、ミューモミューモらしい、ミューモ、ミューモ、うん、はい、チケプラ劇場公演の方、それが違うやつ、違う、ミューモ、あー、じゃあ登録しないとダメなのかな、最初から登録しないとダメ、名古屋に行きたいください、ログインが登録しなきゃダメ、なんか登録できる、ミューモ、プラス ID ってなんだ、プラス ID、 うん、ミューモ、うーん、そう、ミューモのやつに登録する、うんうん、新規登録ってこと、そう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 、新規で登録、うんうんうん、新規登録して作るね、はい、うん、やっぱでもメールアドレスでログインになっちゃった、ええ一回やっとってこと、してないのか、じゃあ新規登録でいいね、いろんなやつがあるかわからないね、うん、そうね、新規登録、うん、複雑やのよ、複雑だよね、わかるわ共感してます、はい、違うんだよね、なんか登録とかログインってあるのに登録画面が出てこないんだ、ん、うん、新規登録やな、うん、うん、そう、お持ちでない方でいいんだ、うん、うん、いけた、オッケー、うん、うん、多分いける、多分いけるらしい、みんなありがとうですって、みんなナイスですって応援企画ナイス、多分いけます、うん、いける、いける、大丈夫、今アドレス登録してるからいいよ、大丈夫、 OK、うん、じゃあ終わりますね、そろそろ、ありがとうって言ってた、ありがとう、みんな、みんなありがとう、みんなありがとう、ありがとう、教えてくれてありがとう、はい、教えてくれてありがとう、はい、教えてくれてありがとう、教えてくれてありがとう、はい、ダメなメールアドレスすでに存在する、え無理らしいねえ、もうもう無理やで、多分みんなもわからん、でもここまで来たら多分みんなもわからん、せっかくの家族の時間で貴重な連中ありがとうございました、こちらこそ、はい、よくわかりませんね、メール送れんくなるやん、うん、そうなんか違うらしいなんか違うらしいです、パスワードを覚えてないんじゃん、いやでもメモに入れてるもん、
メモに入れてる。いやページが違うんじゃね。ニューモじゃないやつ開いとんじゃん。いやそうだよ。え？メモって書いてある。じゃあなんかどっかで違う。まあ、頑張ってください。はい。はい。はい、頑張ってもらいます。うんうんうん。キさん教えてくれるかな。パスワード作り直すか、思い出すか、新規登録みたいな。え？ちょっとわかりません、ね。娘もわかりません。娘もわかりません。娘教えられない、わからない。いいよ、あのもうパスワード変える。パスワード変えるらしい、うん、多分新なんか忘れましたで変えたら多分いけるな。うん、そう。じゃあね、みんな教えてあげます。私が大人なので、大人レナなので、うん、教えてあげたいと思います。マサノさんもゆうかくさん。そう、ちょっと娘も分からへんっていう。おやすみ、メール送りまーす。じゃあね、みんな、みんな、今日は大人レナなので、闇レナはないです。じゃあね、みんな、おやすみ、おやすみ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ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 、うん、おやすみ、みんな、バイバーイ。ヤママがいるとか関係ない、大人レナなので。いやいや、大人レナだから、やめるのじゃないです。じゃあねー、おやすみ、バイバイ、さよなら、さよなら。